どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は米津玄師さんの曲をやります。馬と鹿、こちらの曲、これはですね、簡単ではないですけれども、なるべくこう皆さん一緒にできるようにガズレレ流アレンジでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなんとかできる、ガズレレ流簡単バージョン、後半はちょっとシンプル、簡単バージョンではやらなかったブリッジパートもやった、もうちょっとやっぱ長いバージョンの、こっちは結構ね、難易度は高いですけど、かっこいいバージョン、いろんな弾き方でやってみようと思います。2バージョンやりますんで、最後までご覧になってください。さあ、歌いたい曲、今やりたい曲、頭の中ぐるぐる回ってるその曲をですね、CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾く。これが最高なんですよ。弾き語りと言います。これを皆さんやったことない方にぜひ体験してもらいたいと思うんですけど、楽器はちょっと苦手だなとか、もう私はちょっとそういうの無理そうだという方、ウクレレだったらすぐできます。これで、その、感覚を味わっていただきたいんですが、弦も4本しかないで簡単なんですよね。でも簡単なんですけど奥もすごく深いんで、ずっと続けられるこうパートナーになってくれると思いますので、ぜひ皆さん始めてください。もうちょっとしたらこんなにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、そこが数字の順番通りに YouTube の動画を見てウクレレ触ってるだけで、あれ私できてんじゃないってすぐなりますから、これはねいいですよ、はい、で YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られて無料。まずはやってみましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここに行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が700曲以上も、ウクレレレッスン動画としてですよ。簡単レッスン動画として700曲以上上がってるんですよ。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和歌謡曲、演歌、夏メロ、洋楽もたっぷりある、ハワイアンソングもちろんあります。映画音楽、アニメの曲、あらゆる曲をウクレレで簡単にやろうというのが定勢でございまして、先ほどのリンクのところに行くと、検索できたりとか、ジャンルボックスからお気に入りの曲探せたりするようになってるので、お気に入りの曲をどんどん聴くだけじゃなくてやりましょう。はい。では早速行きましょうか。まずはですね、馬と鹿、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2。歪んで傷だらけの春、麻酔も打たせ歩いた体の奥底で響く、呼べよ花の名前を、ただ一つだけ張り裂けるくらいに、花咲が触れる呼吸が止まる、痛みは消えないままでいい、これが愛じゃなければ何と呼ぶのか僕は知らなかった、呼べよ花の名前を、ただ一つだけ張り裂けるくらいに、花咲が触れる呼吸が止まる、痛みは消えないままでいい、あまりにくだらない願いが消えない、やまない。
米津玄師さんの馬と鹿、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ショートカットバージョンでお送りいたしました。これはですね、やっぱかなり難易度は高いというか、歌のメロディーがですね、まあ米津玄師さんの世界で黒いピアノでいう黒い鍵盤のところですね、あれがすごく出てくるんですね。あれが出てくると、まあ、12音階というと、なかなかこう微妙なメロディーラインで、これがね、やっぱり難しいんです。はい。で、コードはできる限り簡単にしてるんですけど、どうしてもやっぱりね、色気が出るコードがある、ちょっと普段出てこないコードも出てきちゃいますんで、そこはお見知りおきください。で、途中のね、何に例えよっていうか、かっこいいパートのところがあるんですけど、ここはですね、非常に難しいんで、シンプル簡単バージョンでちょっと省きました。後半のかっこいいバージョンではそこをやろうと思いますが、ちょっと難易度は高いです。なので今全体的な、イメージとしては、今のシンプル簡単バージョンは、いいとこ取りの、メインのところをやって、後半はブリッジパートのところも入れて、まあ、どっちにしてもショートカットバージョンなんで、2番やりたい方とかコード書き出していくと一応できるようになってますんで、やってみてください。あと動画のテロップでなんとかできた方は、今度それで書き出して、自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。はい、ここから始まるんですけど、この最初の歪んでの前の時に Am の音が伸びてるところから始めるのがポイントでございます。で、ここのワンブロックで4回弾くわけですから、F と G7 みたいにずっとこう2個ずつ入っていくんで、思ったよりスピードは速いです。で、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンなんですけど、これで見てわかると思うんですけど、C、G7、Am、Am みたいにワンブロックで4つコード弾くっていう、これ結構途中で出てきますが、かっこいいバージョンではこうやってやっていきますということです。あと、この曲の特徴はですね、ここ見てください。こう、2拍って書いてあるんですよ。2拍。これどういうことかというと、ここね、ここから行くと、1、2、3、4、1、2、3、4、ここです。1、2、1、2、3、4ってことです。ここ2拍ですから、1個ずつ弾くっていうふうに、こういうところがちょこちょこ出てきます。この辺がなんともこう、米津玄師さんワールドという感じでございました。ちょっと表紙がね、短いんで、おっという、こう、それが、なんていうかな、面白いところでございます。はい、じゃあメモっていてください。はい。いいですか、一時停止。で、ここ止まるとかね、こういうメッセージが書いてあるんで、こういうとこを見逃さないように。はい、ここがサビですね。そしてですね、ここのところです、問題の。ここ。何に例えよ、君と僕をって途中のブリッジパートがあるんですけど、これ見てください、これ。全部一個ずつ弾くんですよ。で、これ難しいコードがいっぱい出てくるんで、ここは今やったショートカットバージョンでは、今やったシンプル簡単バージョンでは、ここ、ショートカットさせてもらったんですけど、後半はこれ頑張って弾いてみましょう。ちょっとこれ普段見られないコードがいっぱい出てきますんでね。はい。で、ここにも2拍とかで出てきてますんで、あとここのね、決めがあったりとか、この辺も後で解説します。それでまた、ここ見ると分かって、ブリッジパート終わったら、サビへ一回戻ってください。で、サビをもう一回やって、ラストのエンディングのところで、このフレーズを弾いて、まあ最後終わっていくという感じですね。はい。ここもちょっとごちゃごちゃで見づらいんですけど、こういうことですね。下のところのコードを弾きますという。ということで、なかなか大盛りなんですけど、ちょっと出てくるコードを解説をしましょう。ですね、いっぱいあるんですよ。ここにね、書き出しました。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、A7、C7。いっぱいあるでしょ？でも、このアルファベットだけで書いてあるこのコードは、これだから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個か。これこそ、まさに、ガズレレ必須コード勢揃いです。もうフルセット。フルメンバー勢揃いでございます。ガズレレ必須コードっていうのは一体何かと言いますとですね、音楽やるときってコードを覚えないといけないんです。コードって、こういう音の要素なんですけど、このコードはですね、なんと実は、星の仮想とあるんですよ。とてもじゃないけど、感情もできないぐらいあるんですけど、で、それを全部覚える必要もまあないんですけど、じゃあ、どうやって音楽を進めていこうかというときに、まずきっかけとして、このちっちゃいウクレレを使って音楽をやろうと思っている方にとっては、ウクレレにとって、めちゃくちゃ便利で使えて仲良しのコードのグループがあるんですよ。そのコードをガズレレ必須コードと言ってて、今日出てくる10個全部なんですよね。で、これを、10個もあるのかと思うでしょ？でも1個ずつ見たらこの1本指だったり簡単なんですよ。ただね、10個覚えるにはちょっと方法が、裏技がいります。その覚え方を私が解説してます。ここにリンク貼っておきます。なんで、このコードは、この動画でマスターしてください。必須ですから、なるべくこれは覚えた方がいいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そういうことで今日はね、そこに出てこない、それ以外のコードをどんどん解説していきましょう。はい。で、この Gm7 というやつがシンプル簡単バージョンでも出てくるんですよ。これだけはちょっとシンプルバージョンでも出てくるんで解説しましょう。押さえる場所は、ここと、ここと、ここ。ここと、ここと、ここです。だから、こうやって2つちょいと押さえて、ここ1個足す。このぐらい、わかる。このキュッとしねらせるくらいです。で、ここをちょいと足す。
Bm7。 このコードはシンプル簡単バージョンでも出てくるんで、ちょっとここ頑張って弾いてみましょうということでございます。で、今のはシンプル簡単バージョン4つ弾きでちゃんこう淡々と弾いたということでございまして、まあ歌をまずこの4つ弾きでしっかり歌えるっていうところを目指してください。よろしくお願いします。はい、ではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、さっきも言ったこのブリッジパートのところでコード出てこない、普段出てこないコードがワンワン出てくるんですよ。ここの何に例えようっていうところですね。ここです。じゃあこのコードどんどん解説していきます。これでまず Cm いきます。 Cm っていうのはこことこことここ4弦押さえないです。こうこうこう、なんで薬指でこうやって押さえたり人差し指、はい、こんな感じ、こことこことここ Cm。 はい、その次、これもたまに出てくるんですけど、ガズレレオリジナル解釈で G シャープ星というコード、これ正式なコードネームはきっとあると思うんですけど、よくガズレレでこれ出てくるんで、まあ、ガズレレ流の覚え方としてこうやって言ってます。これちょっと解説しますけれども、押さえる場所はこの C の3フレットのとこと、あとこことここなんですよね。それでね、こういうふうに人差し指が3弦、中指が1弦、こういうふうに押さえるのをおすすめしてます。で、4弦を押さえずにそのまま弾きます。はい、これなんとなく弾いてみましょう。あ、まあ、人によってはここ3つこうやってさっき Cm を押さえてここにちょいと押すでもいいです。もちろんこれでも音が出ればいいです。これが G シャープ星、これ出てくるんですよね。はい、その次いきましょう。どんどんいくよ。次 D シャープ、これもなんか似たような感じだよね。これとなんかパズルゲームみたい。 D シャープは今度はこことこことこことここ、こんな感じ、こことこことここね、こういう風にこんな感じですね。こんな感じ、はい、これ D シャープ。まずもう一個あるよ、 B7。 これ B7 っていうのはですね、押さえ方2つぐらいあるんですけど、ガズレレではこっちの方をちょっと推奨しています。これ解説しておきましょう。一応押さえる場所はこことこことこことここ、こことこことここだから こういうイメージですね。で、もう一個の B7 の押さえ方って一応言っとくと、2フレット全部押さえて3弦の3フレット。これでもいいですよ。こっちの方が制覇とかバレエっていうのが出てくるんで、ちょっとこれ上級者向きかなと思うんですけど、まあどっちでもやりやすい方がいいですよ。はい。で、これが、ワンブロックに4つずつコードが足される。見てください。これずらっと並んでる。ちょっとここやってみましょうか。何に例えよう、君と僕を、かかとに残る。すごくないですか、これ。しかもこのメロディーラインがもうすっごい難しいんですよね。私もこれ相当ちょっと練習はしました。はい、これ一個ずつこれ変わっていくわけですからね、相当なスピードですよ。こうやってどんどんいくわけ。このブリッジパートはなかなか難易度が高いですけど、チャレンジやってみましょう。やってみようと思います。はい、で、すごく難しいそのブリッジパートの、最後の最後の最後のところなんですけど、ここね、 Cここなんですけど、だん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 ゆっくりになってって、ダダダダダダとこう決めてからサビに、ここにサビに戻るって感じの流れなんですけど、ちょっとここをや再現してみようかな。すごく溜める感じですね。行こう花も咲かないうちに、ここからゆっくりになってって、ダダダダダこれがと入っていきます。すっごく溜めますんで、ここはちょっとなんかこうフィーリングで感じ取ってください。で、あとはですね、コードはそれで OK と。で、リズムなんですけど、これね、一応大まかに2つのリズムを使います。前半の歪んで傷だらけのあの辺はですね、ミュート奏法、これよく最近出てくるんですけど、これはですね、見ててください。コードをね、弾くとき、ここら辺で弾くのがいいよってカズさんいつも言って、こうやって弾いてるんですけど、ここね、ここブリッジって言うんですけど、ここに右手のこの部分をこういう風に押すんですよね。それで音を潰しながら、ここで音をわざと鈍く止めてるんですね。で、ちょっとここで歪んで傷だらけの春、こんな感じでちょっと音止めながら、これをミュート奏法と言います。なんか音がね、普通に弾いたらこうでしょ、これ潰してるわけよね、ここのここでここって使って、このなんかこう独特のちょっとこう、これミュートっていうんですよね。これで、前半部分はやってみようと思います。これはね、
面白いです。こういう表現力の一個ですから、ね、こんな感じです。はい。あんまりこう力まないようにこう。アクセントがダンツン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 みたいな感じがいいと思います。ミュート奏法でやりましょう。サビでは16ビートのチャ、こうです。これが愛じゃダンチャカチャカダンダカバカチャカダンダカチャカチャカダンダカチャカチャカダン。はい、これはキレッキレのやつで大きいノリでスケール感ドーンと感じてやってみようと思います。なんでミュート奏法、これはね今の解説しかちょっとあれなんですけど、16ビートのチャの、弾き方は一応ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという動画を見ながらマスターしてもらいたいんですけど、8ビートのチャはいきなりは無理なんで、まず最初は普通の8ビートが、8ビートができるようになって16ビートができるようになって、それぞれのチャができるようになってからここにたどり着きます。ちょっとあの難しいリズムなんですけど、これはいずれはマスターしたいリズムなんですね。気を長く、体にも落とし込んでいくイメージで練習してみてください。で、さっきも言ったんですけど、このブリッジパートのところはもう4つ弾きなんですよ。つまり、こうやってどんどん行くしかない。もうストロークも何もないんで、ワンブロック4つ淡々と弾いていくというところが、この曲の肝になるかと思います。これは山の最初も言ったんですけど、優しくはないんですよ。やっぱり、not easy ですね。でも、まあ、取り組むにはすごく奥が深くて。歌のこのメロディーとかも本当にすごいメロディーなんでね、すごくいい、なんていうのかな、音楽するっていう楽しみとともに、歌のね、このレベルアップにもすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、やってみようと思います。馬と鹿、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。歪んで、傷だらけの春、麻酔も、歌すに歩いた。味わうさ噛み終えたガムの味、冷めきれないままの心で、一つ一つなくした果てに予約残ったもの、これが愛じゃなければなんと呼ぶのか、僕は知らなかった。呼べよ花の名前を、ただ一つだけ張り裂けるぐらいに、花咲きが触れる、呼吸が止まる、痛みは消えないままでいい。何に例えよう、君と僕をかかとに残る似た傷を、晴れ間を言えばまだ続く行こう、花も咲かないうちに。これが愛じゃなければなんと呼ぶのか、僕は知らなかった。呼べよ花の名前を、ただ一つだけ張り裂けるぐらいに、花咲きが触れる、呼吸が止まる、痛みは消えないままでいい。あまりにくだらない願いが消えない、やまない。せーの、じゃじゃん。メスケンさんの馬と鹿、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですね、まあ難しいですね。コードもバンバン動いてくる。途中のブリッジパートのところはもうコードが動くプラス歌のメロディーがもう半端じゃないんですよ。その難易度がですね、これはね、相当脳みそを今使ってる状態でございまして、なんかこう夢中になっちゃうやつですけど、もうやってるうちにすっかりこの曲のね世界観にこう
なんか入り込んじゃうなって感じで、そういうのがまた一個音楽の面白いところかなということで、ちょっとこれは簡単ではないですけど、じっくり取り組むにはすごいいいと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。今日は見てくれてありがとうございました。さあガズレレさんですけど、このちっちゃいウクレレ持って日本中イベントで飛び回っております。はい、その最新イベント情報のご案内、あとこの使ってるウクレレのご案内、あと本いろいろ出版しています。ベストセーラー作家ですから、コンビニで。そんな最新情報をこの後動画でちょっとつけときますんで、お時間ある方もない方も見ていってください。本日は見ていてくださってありがとうございます。チャンネル登録なんかもお願いしますね。ではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけでまずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら大体のことはわかると思います。はい、ホームページのリンクここにカチャッ貼っときますんで、ホームページ確認してください。さあ、イベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22は、宮城県名取、イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次は、その翌週です。山形の天童イオンモール行きます。はいはい。このような感じで、9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら、私のライブではないんですよ。すごくいい話と音楽がさらに楽しくなるこのことシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も大歓迎。とにかくね、ちょっと変わった音楽イベントでございまして、楽しみましょう。待ってます。はい、その後は九州行ったりなんかしますからね。ちょっと10月11月はで、11月11日は東京で錦糸町でガズレレの日、11月11日1が4本でガズレレの日に勝手に制定してますんで集まってください。最新情報としては12月7日に、はい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村楽さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいウクレレでつなぐ音楽の輪、うわ、こんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね、通常販売に向けて今製造とかそのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売皆さんにも手にお届けできる、これウクレレがすごくいいですからね。はい、あとは最新情報としては本ですね。この本なんかもう今今年の夏はこれがもう皆さんのお手にお手元に届いて届いて届いて、もうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾けるみんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん、楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガズさん いろいろね、本出してるんで、はい、見てください。いい本も出してるんですよ、主婦の友社からね。この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ、これガズさんのブログ。さっきのホームページに書いてあります。そこで言ってることをね、話してるガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。